皆さん、こんにちは。トムズキッチンです。今日はオーブンいらずで簡単オレオチーズケーキを作っていきます。最後までごゆっくりご視聴ください。はい、というわけでね、オレオチーズケーキということなんですが、まあ、材料はね、普通の、チーズケーキの土台のね、クッキー、これがね、オレオに変わるというぐらいで、普通のチーズケーキと変わりありません。まあね、オレオが美味しいんでね、失敗するわけがないと。ね、というわけでね、まず土台用のね、オレオを粉砕していきます。まあ、この時ね、できるだけ丈夫な袋に入れた方がいいですよ。私はね、この袋破けちゃってね、最終的に溶かしバターを入れる時にね、袋を二重にしました。溶かしバターがね、漏れてきちゃうとちょっと嫌ですからね。はい、溶かしバターを加えたらね、しっかり混ぜておきます。はい、オレオをね、きれいにね、型の方に敷き詰めていきます。なんかね、スプーンみたいなものでね、しっかり伸ばしていくといいと思います。カードとかね、ヘラみたいなものでね、やってもいいですけど、スプーンがなんか一番やりやすい気がしますね、この作業はね。はい、でこれをね、冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、ではね、生地の方に移っていきます。まずはね、クリームチーズ、室温に戻しておいてくださいね。冷蔵庫で冷やしたままだと硬くてね、柔らかくできませんからね。はい、そこにね、レモン汁と砂糖 50g を加えていきます。これをね、またひたすら混ぜていきます。まあ、こう、チーズケーキもひたすら混ぜるだけの料理ですよね。はい、で、ここにね、オレオを加えて、また混ぜます。もうひたすら混ぜます。混ぜるだけです。簡単ですね。誰でもできますよ。なのでね、ぜひ皆さんもやっていただきたいと思います。はい、これもね、混ぜていきます。で、これを混ぜたらね、次に、生クリーム。こちらをね、ちょっとずつ加えていきます。いきなり全部混ぜるとね、非常に混ぜにくいですよ。ね、最初は少なく徐々に量を増やしていくと。で、何回かに分けて混ぜていくとやりやすいですね。はい、これがね、きれいに混ざったらね、型の方に流し込んでいきます。はい、でこれもね、なかなかね、きれいに滑らかにならないと思うんでね、なんか型かな、カードかなんか、ヘラかなんかでね、きれいにならしてあげるといいでしょう。これもあまりきれいじゃないですけどね、まあ、このくらいきれいになってれば、上にトッピング乗せるんでね。で、トッピング用のオレオなんですけども、これ粉砕するとき、このオレオの袋、このままね、粉砕しました。これ丈夫なんでね、破けませんよ。で、ジップロックとか高い袋使うんじゃなくて、このまま粉砕するのがいいんじゃないかなと思いました。というわけで、これをトッピングして、一晩冷やし固めると完成となります。ね、オレオが惜しいんで失敗ないですからね。こんな感じで完成しました。いかがだったでしょうか。はい、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしく。